ラブライブ、サンシャイン、アクアラブライブ、サンシャイン、アクアセカンドラブライブ、ハッピーパーティートレーンツアー、ラブライブ、サンシャイン、アクアセカンドラブライブ、ハッピーパーティートレーンツアーは、2018年4月25日に発売された、アクアの映像作品。サードシングル、ハッピーパーティートレーンを引っ提げて2017年8月から9月まで開催された、 アクアのセカンドライブツアー、ラブライブ、サンシャイン、アクアセカンドラブライブ、ハッピーパーティートレインツアーの9月29日30日に行われた西武ドーム公演の模様が収録される、アクア2枚目の映像作品。1月26日に配信された2個生ラブライブ、サンシャイン、アクアホの星女学院生放送、シャロン、だよ、1、 2のサンシャイン。内で、ブルーレイと DVD での発売決定が発表された。9月29日分のみを収録した、デイ1と9月30日分のみを収録した、デイ2が DVD とブルーレイで発売するほか、ブルーレイのみを両日分を収録した、ブルーレイメモリアルボックスが発売される。メモリアルボックスには2枚組の特典ディスクが付属し、 前作に引き続き舞台裏メイキング映像、幕愛映像が収録されるとともに、名古屋、神戸公演のみで披露された楽曲のダイジェストが収録される。4月24日付のオリコン BD 総合デイリーランキングでメモリアルボックスが3位、BD 音楽デイリーランキングで2位にランクイン。翌日の4月25日付では、それぞれ2位、1位にランクアップ。 5月7日付のオリコン週間ランキングでは、音楽 BD 週間ランキングで、メモリアルボックスが、初動2.6万枚を売り上げ2位にランクインした。ディスク1オープニングアニメーションハッピーパーティートレーン、届かない星だとしても、少女以上の恋がしたい夏への、扉ネバーエンドバージョン、桜内里子、国木田花丸真夏は、誰のもの 黒沢ダイヤ、黒沢ルビージ元アイマンタン、サマーライフ、渡辺洋、津島よしこ夏の終わりの雨音が引く高道か、松浦カナン未熟ドリーマーコンになりたいアクアリウム、デイドリームウォーリアースリリングワンウェイディスク 2PS の向こう側シャロン、ロンディチューニング、アゼリアギルティアイズフィーバー、ギルティ、キス青空、ジャンピングハートスカイジャーニーミライチケットくんの心は、輝いてるかい アンコールアニメーションサンシャインピッカピカ温度太陽を追いかけろ。夢語るより夢歌おうディスク3、オープニングアニメーションハッピーパーティートレーンポップス、ハートで踊るんだもん。少女以上の恋がしたい夏への、扉ネバーエンドバージョン、桜内リ子、国木田花丸真夏は、誰のもの黒沢ダイヤ、黒沢ルビージ元アイマンタン、サマーライフ、渡辺陽。 津島よしこ夏の終わりの雨音が引く高道か、松浦カナンみじくドリーマーイになりたいアクアリウム、デイドリームウォーリアースリリングワンウェイディスク4金、未来ハッピーエンド、シャロン、ギャラクシーヒデシークアゼリアコアレアスキ、ギルティ、キスアオゾラ、ジャンピングハートスカイジャーニー未来チケットくんの心は、輝いてるかいアンコールアニメーションサンシャインピッカピカ温度太陽を、追いかけろ。 ランディングアクションイエイ、ディスク、悟空も心も晴れるから、高道家、桜内里子、渡辺洋ワクワクウィーク、津島よしこ、国木田花丸、黒沢ルビージー戦場のシンデレラ、松浦カナン、黒沢ダイヤ、小原マリキン未来ハッピーエンドシャロン、海岸通りで待ってるよ、シャロン、ギャラクシーヒデアンドシック、アゼリアイノセントバード、アゼリアコアレアスキ、ギルティー、キスシャードゲートツーラブ、 ビルティキスディスク6名古屋幕愛映像1名古屋幕愛映像2神戸幕愛映像1神戸幕愛映像2埼玉幕愛映像1埼玉幕愛映像2メイキングオブラブライブサンシャインアクアセカンドラブライブハッピーパーティートレーンツアーアクアのセカンドライブラブライブとしては初のツアー形式となった計6公演で約13万人を動員 特に最終公演となったメットライフドーム公演では声優アーティストのツアー公演としては過去最多の8万人を動員し同時開催されたライブビューイングと合わせて延べ10万人を動員したラッピングされた1109編成ありがとうございます